はい、次はレッグオーバー、振り返ってみたいと思います。まず右足のレッグオーバーですね。さあさあさあ、なんだこれ。ん？ちょっと見ていきましょうか。あ、今ちょっと今いきましょう。34、これぐらいか。33かな。もう一回。ちょっとスローにして見てみましょう。どこだっけ。33、32ぐらいか。33かな。遅い。ちょっと足を見ていきましょう。ちょっと遅いよな。右足、右で蹴って、右で蹴った後に左のこれが気持ち遅いかな。そうだね。ちょっと他のも見ていきましょう。他どっかないですかね。ちょっとこれいきましょうか。今のも1分2秒のとこですね。ちょっとこれスローで見ていきましょう。これも遅い。で、あとね、蹴り足がまだ浮いちゃってますよね。これさ、ほら、蹴り足が浮いちゃってるから、できるだけ地面スレスレで蹴った方が、ここ浮いてますよね。だから遅いんだよな。もうちょっと地面スレスレで蹴った方が、ここですよね、行くかなと。で、こう、で、まず高いでしょ。で、またぐのもやっぱ遅くなっちゃってるんですよね。はい。はい、では次、左足のレッグオーバー。こちらを振り返っていきたいと思います。やってる。なかなかできないのかな。早送りしましょう。あ、ちょっと待って、今ちょっとここ見ましょう。ここかな。めちゃめちゃ遅い。これ待ってください。こう蹴りって、これ、ちょっといいですか。まずボールの、ボールを上げる位置
がめ、なんだろうな、体の真ん中にボールをまず上げていないっていうのと、さっきの右足も共通してるんですけど、これ蹴り足の高さが高い、これ高いから遅いんですよね、この逆足を上げるのが。うん、で急いで、そうそう、拾おうとしちゃうっていう。ちょっとじゃあちょっと違うのも見ていきましょうか。どっかあるかな。他にどっかあるかな。この辺？お、ちょっとじゃあこれを見ましょうか。2分6秒のところを見てみましょう。ここですね。まずタック、2分6秒のところ行きましょう。上げて、ポン、高いね。蹴った、ちょっとやっぱ遅いですよね。上げ、高さはいいのかな。そう。やっぱりこの蹴り足の上げる高さがまず高い。なので着地に時間がかかって、逆足の足を上げる時間もなくなるから結構厳しいんですよね、拾うのが。っていうことですね。はい。